200万年前、石を道具として使うことを覚え、地球の支配者となった人類は、欲望の赴くまま、生活の豊かさを求め続けた。文明は発達したが、その代償はあまりにも大きかった。地球は変わってしまった。科学と技術の進歩がこの惑星から未来を奪った。人類は決めた。この星を捨てよう。さらなる発展を求めて人類は旅立つ。果てることを知らない人類の欲望を叶えることができるただ一つの世界、それは宇宙。第二の地球を求めて人類は星を目指す。未知なる惑星で地球時代を超える豊かさを手に入れるために、人類はそこで何を見るのだろう。シド・メイヤーズ・シビライゼーション・ビヨンド・アース。2014年10月24日、人類の未来を作るのはあなた。